それこそあそこ源ちゃんがですね、まあね、ドワンゴニコニコ動画の川上っていう会長に会わないかって言われて、もう僕は本当最初嫌だね。だってベンチャー企業でしょ、ベンチャー企業でしょ。おまけに会長でしょ。さ、会長って名前聞くだけで僕あんまり好きじゃなくて、会長っていう名前が。これで現れたら破れたジーパン、今日はちゃんと履いてね、あれでひどい格好で来て、僕いまだに忘れないけど、そんなね、ややこしいのよね、肩書きつけるなって話をね。前向きな、ベンチャー業界って前向きな人多いじゃないですか、ね、てっぺん取るんだみたいなね、なんかとりあえずトップになるとか、グーグルを超えるとか、なんか、ね、ブログに書いてある人、すごい大きい。もうあの感覚は全くわからないんですよね。いやだから、はい、実はこういう方だったんだね。要するにね、こんなね前向きじゃない人がね、なんでこんなに一生懸命やってるんだろうと思って、川上さんのね、はい、人生の目的って何なんですか？あんまり欲望とかないんですよ僕。なんかずっと月給50万ぐらいやったらずっと幸せに、あとはなんか遊んでいればいいかなみたいな、部屋の中でいうふうに、僕は26ぐらいでなんとなく思ったんですよ。その時に会社が潰れたんですよね。ソフトウェアジャパンが潰れたんですよ。でその時に、僕はもうこれからなんかもうおまけの人生だとか思って、でそれでなんか他の人のなんかね、なんか他の人をもっと幸せにする会社を作ろうというのでドワンゴを作ったんですよ。でどういう人を幸せにするかって言ったら、僕と同じでネットにはまりすぎていて人生を見失っている優秀なんだけど、もうこの子の未来暗いなみたいな、ここが働ける会社を作ろうと思ってドワンゴを作ったんですよ。だから僕は基本的にはなんかもうおまけの人生だってところからスタートしてるんですよね。でそれから続いていて、でそれで僕が何をしたかって言ったら、会社とか何をしたかって言ったら、そういう人生を踏み外したいわゆる廃人と呼ばれてるゲームばっかりしてるゲーマーですよね。そいつらを全員クビにしたんですよ、働かないから。もうその時点で人生見失ってるんですよね、目的を。助けようと思って作った会社で、助けようと思った人たちをクビにしたっていうのが僕のドワンゴを作って最初にやったことだったんですよ。でそれでそこからは何だったのかって言ったら、もう結局親の金とかも借りて会社も作っちゃったんで、もうこれ失敗させたらなんかね、人を助けるどころか、もう親がもう路頭に迷っちゃうから、もうしょうがなしにもう逃げれないっていうので目標を見失ったまま後ろ向きな理由で働いてきたのが、もう僕の会社の今までの人生なんで、そういう意味では僕はなんか見失ってる状態なんですよ、決めた目標がどっかに行っちゃって、だからまあ別に人生の目的ってないです。